田中保は、日本の美術家。埼玉県南埼玉郡岩槻町出身。浦和画家の一人で、海外で活躍したエコールドパリの画家で、パリの画壇でサロンを中心に放慢で、官能的なラフ像を発表し、ラフの田中として、称賛を浴びた。日本に一度も帰国することなく、第二次世界大戦中のパリにおいて隠ししたため、その生涯はほとんど知られていなかったが、 次第にその業績が知られるところになり、近年評価と関心が高まってきている。1886年旧岩月藩市の金融業を営むおさむ、清野四、男として生まれる。1902年父州の死によって一家は破産し、離散状態になる。1904年埼玉県立第一中学校、卒業後、単身渡米し、シアトルへ渡る。 その後皿洗いや、ピーナッツ売りなどで生計を立てる暮らしの中で、次第に、画家の道を志すようになり、独学で絵画の勉強を始める。1912年頃、アカデミックな傾向のオランダ人画家ホッコただマの、画塾に入学し、素描や油彩を学ぶ。洋画家、清水俊及び野村健次郎もここで学んでいる。 1915年シアトル市公立図書館展示室で初めての個展を開く。この頃ただまの画塾で指導する傍ら、自らも画塾を開く。同年アメリカ合衆国代表としてパナマサンフランシスコ版国博覧会にマドロナの影を出品する。1917年個展で発表したラフを描いた作品が風紀上好ましくないという理由から、 撤退勧告を受けるが、抗議文を発表して、信念を貫く。古典は大評判となり、1日2000人も押し寄せる。同年藩主の娘であり、詩人及び美術評論家で活躍している、アメリカ人、ルイーズカンと結婚。1919年北西画家展で出品した、秋の小川が二等賞を獲得するなどアメリカで、画家として成功する。 1920年さらなる高みを求めて美術の中心地フランスパリに約100点の作品を携えて移住する。その後、画塾を開きながら古典の開催やサロンドートンヌ、サロンでザンデパンダン、サロンデナショナル、サロンでチュイルリーなどの展覧会に出品する。1921年、銅の下記、1922年、夜のセーヌが、 フランス政府に買い上げられる。1924年都府中の東国の宮、朝香宮及び同皮夫妻が古典の出品作品の中から8点を購入する。同年リュクサンブール美術館に渓流にてが買い上げられジュドポームに展示されるなど、パリでも画家としての地位を築く。1927年サロンドートンヌ、1929年には、 サロンデナショナルの会員となる。1939年、第二次世界大戦が勃発し、日本人のほとんどが帰国する中パリに泊まり、戦火を避けながら、定期的に作品の発表を続ける。1941年ドイツ軍占領下のパリで、病没する。威発は、夫人によって、岩月に届けられ、菩提寺である、法林寺に埋葬される。 1946年パリのエルマルセイユガローにいて遺作展が開催される。この後、田中の作品群は夫人に愛蔵され、人目に触れることもなく修正愛される。夫人の死後、その遺産が売却されることになり、改めて田中の作品が世に出る。たまたま、ニューヨークの画商が、フランスの地方を旅行中、ある画廊で、田中の作品群に目を留め感動し、収集する。 田中の没後35年を経過した1976年、東京、伊勢丹で田中保店が開催され、夫人の遺産から収集した主な遺作34点が、祖国日本で初公開される。作品の大部分は、埼玉県立近代美術館及び里江記念21世紀美術館にコレクションされている。近年他の美術館でも、田中保のコレクションが、 徐々に増えている。ありがとうございます。